どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今回は以前に解説したピエロと共に、神奈川を代表する暴走族、ホワイトナックル、についての解説なんだけど、七里ヶ浜抗争の原因を引き起こしたチームであり、CRS 連合や東京勢の暴走族に抗い続けた、全日本レーシング連盟についても解説するよ。お、あのピエロと共に神奈川を代表するチームか、チーム名もさすがオシャレだな。今回もあの暴走族の熱い時代で楽しみだな。ぜひ、解説をよろしくなんだぜ。ゆっくりしていってねー。全日本レーシング連盟が結成されるまでには、紆余曲折な経緯があったんだよね。そうなんだ、すんなり結成されたわけじゃないんだな。当時の神奈川県内には、総集連合や横浜連合、湘南連合、有名なチームではホワイトナックルや、ピエロなどが存在し、その他小さなチームも多く、各地でよく神奈川勢チーム同士の、喧嘩や抗争などが頻繁に起きていたそうなんだ。そうか、この頃は神奈川県内でやり合っていたんだ。その後、東京では CRS 連合という巨大連合が結成され、それに危機感を覚えた神奈川勢のチームも、一つにまとまろうということで、打倒 CRS 連合を掲げ、神奈川レーシング連盟が結成されたんだ。そうだったのか、確かその後 CRS 連合と抗争を起こしていたよな。そうだね、大きな抗争なども起こしていたことで、暴走族に対しての警察の取り締まりも厳しくなり、結局は解散させられてしまったが、その後すぐに神奈川暴走族連盟というものを結成したんだけど、神奈川の暴走族は厳しくマークされていたために、この連盟もあえなく解散に追い込まれたんだ。マジか、相当警察に嫌われていたんだな。しかし、この警察の圧力にも屈せずに、再度新しい連盟を作ることにし、神奈川レーシング連盟の頃から、連盟として暗躍した、総集連合の会長が音頭を取り、まとめたのが全日本レーシング連盟になるんだよね。おお、確かに紆余曲折な経緯があったぜ。この頃の連合というと、一つだけでも何百人もいた時代だったので、全日本レーシング連盟の、集会となると、千人を超える規模の大集会となり、その光景は圧巻だったと言われていたんだよね。さすがは、あの CRS 連合と徹底的にやり合った連盟と言えるんだぜ。なので、全日本レーシング連盟の全体集会は年に数回行われる程度で、富士スピードウェイを目指して、車とバイクを合わせて数千台で走り、警察の方もただ傍観するしかなかったそうなんだよね。しかし集会に数千台も集まるとなると、統率取るのも大変そうだな。そうだね、全日本レーシング連盟の全体集会の前には、幹部会が開催され、各方面のチームの幹部たちが、江ノ島のスカイラークに集まり、集会で走るルートや、先頭に走るチーム、ケツ持ちにつくチームなど、詳細に決められ、統率を取っていたと言われているんだ。そうか、これだけ組織が大きくなると、集会するだけでも大変そうだな。よく通るルート134号の海岸線では、たくさんのチームが連なり、各チームが特攻服を着てチームの団旗が、入り乱れ走り出すと、暴走途中でも色々なチームも合流し、その夜の絶頂を迎えると、自分たちのチームをアピールするかのように、爆音を立てて走っていたんだよね。すごいな、臨場感が伝わってくるんだぜ。そういう全体集会の時は、県警側にルートの情報などが事前に漏れていることが多く、ところどころ検問していたが、もちろん検問なんて突破していたそうなんだけど、ケツ持ちを任されたチームは大所帯なので、大変そうだったが、最後までケツ持ちの役割を全うしていたそうなんだ。確かに、何千台もいたらケツ持ち大変そう。マリサなら焦って事故るパターンやわ。それと、この全日本レーシング連盟全体集会の、幹部会に出席した幹部だけに配られたステッカーもあって、ゴールドの特別バージョンとなり、出席していない幹部はもらえず、当時は貴重なステッカーだったんだ。おお、これ絶対欲しいやつ。ホワイトナックルとは、鎌倉の腰越や藤沢の不良たちで結成され、神奈川では一番歴史のあるチームと言われ、同じ歴史のあるピエロでも、当時はアシュラというチームで走っており、アシュラというチームは大船が、発祥のチームで、走りよりも喧嘩主体のチームだったそうなんだよね。確かに、ピエロとホワイトナックルというと、神奈川を代表するチームのようだな。そうだね、この二チームは神奈川県内でも、トップクラスの人気があり、歴史のあるチームとして有名で、同じ地域の藤沢でも、ホワイトナックルとピエロに分かれることもあり、片瀬、辻堂、村岡、行田などは、ホワイトナックルで、睦愛、善良、鵠沼はピエロという感じで分かれていたと言われていたんだ。そうなんだ、同じ地域で分かれていると、友達同士だけど違うチームということもありそうだな。当時の学校のクラスには、敵対していたアーリーキャッツに所属してる奴もいれば、
ホワイトナックル、ピエロもいて、土曜日の放課後などには、学校で仲良しでも、今夜、お前のところとぶつかったら喧嘩になるな、という会話も珍しくなかったそうなんだ。やっぱり、そういうことがあったんだ。友達同士で切ない。それだけ、ホワイトナックルとピエロとは湘南の代名詞とも言われたチームで、友達同士の他にも、ヤンキー夫婦の場合は、父親がピエロで母親がホワイトナックルだったというケースもあり、今では笑い話だけど、子供はどちらに入るか悩むところだよね。マジか、夫婦喧嘩になったら激しそうだぜ。それとホワイトナックルといえば、都内の暴走族とやり合うことが多く、東京勢の暴走族が夏になるとよく、湘南まで走りに来るので、国道134号線に検問を張り、待ち構えて帰り討ちにしていたそうなんだよね。やっぱり、東京勢とはバチバチなんやな。逆に、神奈川勢のホワイトナックルやピエロが都内に出向いた時には、国道246号線の双子玉川で、ブラックエンペラー玉川支部などと、よく勝ち合って抗争を起こしていたと言われているんだよね。ブラックエンペラーとは犬猿の仲と言っても良さそうだな。もう一つの特徴としては、神奈川の暴走族特有で、集会が楽しい雰囲気だということもあり、その当時の集会に参加していた人の感想として、都内の暴走族が修羅場だった頃に、藤沢 IBM 集会や、全日本レーシング連盟の全体集会も楽しかったと話しているんだよね。確か、ピエロの集会も楽しい雰囲気だったと言っていたよな。それを示すように、当時のホワイトナックルの挨拶といえば、握り拳を天高く突き上げ、ナックル全開、とみんなで言って挨拶をしたり、気合を入れていて、ピエロや他の湘南のチームにも、影響を与え、みんなで真似していたそうなんだよね。ナックル全開。それいいね。楽しそうだし、気合入りそうだぜ。平日でも深夜になると、湘南の134号線にはシャコタンや族タンがずらりと並び、特にホワイトナックルの車や単車はかっこいいものが多く、車体やカモメウィングにナックルラインという、斜めにラインを入れたり、竹槍や、ヘッドライトには青みがかったライトカバーでムーディーに、このような改造はトレンドを走り、このナックルラインもホワイトナックルが始まりと言われているんだ。そんな、活かした族車で集会に出たら、注目されるの間違いなしだぜ。集会も総集連合やピエロ、ホワイトナックルの幹部や OB などが和気あいあいとした雰囲気で、地元サーファーたちとも一緒に飲んだり、江ノ島の方の小さなディスコには、ピエロの OB もたくさんいて、よく仕切りヶ浜構想の話を魚に飲んでいたそうなんだ。なんか、話を聞いているだけで、楽しげな雰囲気だぜ。全日本レーシング連盟は、湘南や横浜、横須賀という広い範囲だったが、チーム同士の絆が、強固なもので、他の地域との抗争となると、連合のチームが結束していたそうなんだよね。こういう結束力のあるチームや連合は、喧嘩も統率取れて強いんだよな。湘南というと、地元の人からは治安が悪いというイメージが昔からあったみたいで、夜になると暴走族やシャコタンが走り回っていたり、不良の高校も多かったり、ヤンキー漫画の、GTO、スラムダンク桜木花道、湘南純愛組、湘南暴走族、などのモデルになっていたりして、治安が悪いというイメージが持たれていたみたいなんだよね。確かに、湘南を舞台にしたヤンキー漫画や、ドラマなんていうのが多いよな。ちなみに、湘南純愛組に出てきた辻堂高校は、実際には辻堂に存在しなかったそうなんだ。へえ、そうなんだ。ヤンキー豆知識が増えたぜ。湘南の藤沢にも不良が多く、主にホワイトナックルのメンバーたちで、当時に鎌倉の不良と揉めた時には、100人以上の不良が散歩ある広場で待ち受け、結局、鎌倉とは抗争にはならず和解したそうで、その後は同じ不良として仲良くなったということで、この頃から結束力を高めていたんだね。不良の結束力を馬鹿にしてはいけないんだぜ。敵対するアーリーキャッツとは、同じ神奈川勢同士ということもあって、よくやり合っており、その中でも、一度大乱闘になったことがあり、その際にアーリーキャッツの車にホワイトナックルのメンバーが、惹かれて命を落としたという事件があり、それをきっかけに報復合戦が始まり、ホワイトナックルは、ピエロと共に、二子玉川246号線で奇襲をかけ、アーリーキャッツを溶岩まで追い詰めたと言われているんだ。これは、遺恨が残りそうな事件が起きたんだな。その報復として、アーリーキャッツが片瀬の方まで攻めてきて、隙をついた奇襲だったために、ホワイトナックルのシャコタンのドアが剥がされ、破壊されると、それをきっかけに大乱闘が始まり、メンバーの一番後輩が木刀で頭を割られ、その乱闘に気づいた幹部たちも駆けつけると、アーリーキャッツの持っていた木刀を取り上げ、反撃に転じ、抗争が拮抗してきた頃に、通報によって駆けつけた警察が介入し、抗争は終結したんだよね。アーリーキャッツも CRS 連合を背負っているので、そう簡単に紐は引けないよな。
その後も、CRS 連合とはやり合うことが多くあったが、ピエロと共に湘南を死守したと語り継がれているんだ。というわけで、今回は神奈川を代表する、歴史あるチームのホワイトナックル、を解説したよ。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますね。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ。それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。